さあここからは改めて7月に行われた世界大会について振り返っていただきたいなと思いまして、まずはワンタッピー選手が撮影した ALGS での1枚です。こちら。うわっ、いっぱいいる人ってことですよね。あれね、めちゃくちゃいるじゃん。これはどこから撮影した写真になるんですか？自分のプレイしてるとこですね。から見えてるところですね。見えてる景色です。すごいお客さんの数ですね。でも決勝とかすごかったですね。日本のお客さんはどのぐらいの割合いたんですか？割合で言ったら本当少ないですけど、でもいましたよね。さっきも映ってる方たちね、日本の方、国旗持ってる方もいたし、新日脚という方いて、リドルのマーク、ニコちゃんのマークを掲げてくれて、正直マジで嬉しいですね。海外で来てくれるっていうのは。ロンドンですもんね。そうですね。ちょっとアジア圏でもないですから相当嬉しいですよね。さあ続いてピノタ選手の1枚でございます。こちら。これ今蘇生してる最中じゃないですか。蘇生回数が世界大会で一番多くて、蘇生王でした。何もしたことないですけど、蘇生王でした。コードブルーじゃないですか。もうすぐ消えつけるからね。さあ続いて F ちゃん選手は映像を用意してるということなんで、大事な試合の本番中とは思えない会話があるということなんで、お聞きください。どういうことでしょう。これ世界大会の試合中ですよね。俺らの宴が今始まる。いいですね。なんかいいなみんな。いやいいね。でもめっちゃ楽しそうだったこれ。バカな舞台ですね。いいですね。いやでリラックスするでしょ。今日はね多分自分いつも通りのこの。いいな。ゼロゼロゼロ。世界大会と思えない緊張感のなさ。いつもあんな感じなんですか？いや、さすがにいつもこんなんではないんですけど、アンチ最初に入った時からずっと最後の円まで入ってて。もうずっといいとこにいて、もうずっとただ家でもうなんかはしゃいでるだけでポイントが取れるって言って、テンションも上がっちゃったし、テンションも上がっちゃってもう頭がしくなっちゃって、まあありますよね。ワンタッピー選手に聞きたいんですが、ランドマークの件で同じ日本勢のフナティックと大会前夜にホテルで大喧嘩した。これは本当ですか？はい、そうですね。僕が喧嘩したわけじゃないんですけど、各チームオーダー考える人がいて、僕のチームのオーダーのやつが本当にルーザーズから上がってくるとランドマークを宣言する場所があって、もうなかったんですよランドマークが。けどフナティックはランドマーク、ほぼ2個取りみたいなしてて、じゃあこれ1個取り行くわみたいな、譲ってくれじゃないけど、そう取り行くから、もう来たら俺たちも倒すしみたいな、って言ったらもうぶち切れです。ぶち切れです。電話でもうバチ切れてて。どんな感じ？なんかユカイフが三宅に「おめえの小さい頭で考えろや！」って結構なやつじゃん。それでその後夜俺と俺のチームメンバーと向こうで4人で話して。まあ向こうがごめん言い過ぎた。ああいい、可愛いですね。俺らは気にしないけど、あいつにフォローしてあげてみたいな、めっちゃ気にしてたから。ああなるほどなるほど。いやなんかいい話聞けたね。なんか裏話というか本当に。ボタン。ああそうだ。ああ。はい。どうしたらいいの？なんで振るんですかワンタッピー。急に今のでワンタッピーさんのこと嫌いになりました。俺が切れそうです今。押すためにあるから。そうなんですけど。嫌いなんだよこれ。ゲストの皆さんはですね、何度も世界大会に出場するなど長い間プロシーンの第一線で活躍してるんですけども、 FPS 選手の寿命はそんなに長くないともお聞きします、ピノタ選手まだ25歳と一般的には若いですけど、実際そういうちょっとこう体の衰え感じたりするもんなんですか？いやそうですね、20前半というか22とか1とかの時は何も感じなかったんですけど、23ぐらいからなんか俺目悪いなみたいな感じで、23でやっぱゲームしすぎなのか、俺こんな視力悪かったわけみたいな、かすむなじゃないけども、そうですね、あなる、まあでもコントローラーなんでいけるっしょみたいな感じで、30歳まで頑張ります。いやいや頑張ってくださいよ。AKB のね柏木由紀さんみたいなパターンもありますから、いつまでやってんのって言われるのがもう、じゃあ e スポーツ界の柏木由紀になります。やりましょうよ、もういいよって言われるぐらい、もうみんないいよって。